きます。解説は北照大学教授菊池春日さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、長く日本エアロビック界を牽引してきた28歳、大村栄一選手の登場です。2008年、そして2012年にこの大会で優勝、2009年から11年は準優勝とトップで戦い続けてきました。最初はアクロバティックエレメントから入りました。シザーズリープのコンビネーションです。足を高く上げる V サポート、はい、2秒間の保持をしての回転でした。ターンややバランスを崩しましたが難度点は取れています。このベテラン選手の魅力というのはどういうところにありますか？やはり大村選手は曲を使った演技構成が非常に上手な選手ですので、そのあたりの表現力というのを今年も期待したいですね。力技を入れてきました。 L サポート、こちらも2秒の保持ができています。 0.6 の難度点が取れました。今大会はこの荘厳な曲に合わせての演技です。片足で大きな円を描くイリュージョン、最後のバーティカルのポジションが170度以下になりましたかね。難度点が0になります。10個目のエアターン、こちらも軸がややブレている感じですね。今日少し動きの中でのブレ感が目立っているような気がします。28歳の大村選手、会場でもひときわ大きな声援を受けていました。まず冒頭のコンビネーションの技エレメントです。はい、回転しっかり入りまして、うまくジャンプのコンビネーションができたと思います。こちらの V サポートは足が垂直位に上がるというのが完璧なポジションになりますので、ややその辺